デジタルデータも販売できる。ハンドメイド販売プラットフォーム大手のミンネがダウンロード販売にも対応しました。3月1日の公式リリースで発表され、現在すでに販売可能になっています。壁紙のデータやレッスン動画など多くのデータ形式に対応しており、大きな転換点となりそう。実際の管理画面とどう乗っかるかを調べてみると、それでは早速学んでいきましょう。おはようございます。クリエイターのかぐわです。いつもご視聴ありがとうございます。それでは今日のお品書き。ミンネがダウンロード販売を開始。作品登録画面を確認してみた。初期戦略と注意点です。はい、ついにダウンロード販売ということで、これ待ちに待ってた方もいるんではないでしょうか。早速公式リリース見てみましょう。ミンネのダウンロード販売、デジタルコンテンツで好きをもっと手軽に身近に、特設ページ掲載のチャンス、デジタルコンテンツ作品募集中です。概要欄のミンネの公式解説ページを載せておきました。まだ見たことない方はぜひ見てください。多分公式のお知らせメールにももう来ているんではないでしょうか。ダウンロード販売とは、デジタル作品や素材、作り方やノウハウを発信するレッスン動画など、ものづくりにまつわるデジタルコンテンツを登録する販売形式です。購入者は購入が完了した時点ですぐにコンテンツをダウンロードすることができますと。デジタルコンテンツとは主に画像や動画、音楽、テキストなどデジタルデータにして消費者へ公開、提供しているコンテンツのことを指しますと。はい。ですからまあみんなの運営側としては、レッスン動画やレシピ、それから型紙のテンプレート素材などなどですね、スキルにまつわるもの、すべてのデジタルデータを、まあ、販売してほしいということなんでしょうね。一方で、まあ、こういったデジタルデータってもうすでに販売している人も多分多くいると思うんですよね。ですからそういったところの市場をミンネ自身も、まあ、取り込んでいきたいということなんだと思います。ミンネでは当然ね、販売する側、クリエイターの側もね、たくさんいますから、そういう人に向けて、型紙などのデータをね、販売するということも、間口を広げるチャンスじゃないかな、ということでは、非常にこれ、嬉しいニュースかと思います。もうすでにカテゴリーもできていまして、まあ、ミンネで現在、作られているカテゴリーにはほぼほぼなんかデジタルのカテゴリーもある感じです。シール、ステッカー、ポストカード、メッセージカード、絵画、イラスト、グラフィック、ベビーキッズ用品、アクセサリー、バッグ、ポーチ、そのまんまかよという気もしないでもないんですが、これはまあみんなとしても販売する商品数が増えますし、クリエイター側も実はまだまだ販売できる商品があるんではないかということでは、本当に嬉しい対応だなというふうに思います。では実際ですね、私も管理画面確認してみました。作品登録という画面に行きますと、物販販売、ダウンロード販売というタブ切り替えになっていまして、ダウンロード販売というところをクリックしますと、まあほぼほぼですね、今までの作品登録と同じような入力項目があります。まあ違うのはファイルアップロードというところです。ファイル名などの指定があるんですが、それでもですね、かなり緩い印象です。ファイルの上限が1ギガ。1ギガというとかなりの大きさですので、例えば動画ファイルですと多分ね、1時間ぐらいは多分全然いけると思います。それから何か型紙を販売するという時に、複数のね、型紙を販売するという場合も、ZIP というデータをまとめる形式のファイルにするとアップロードできます。それから型紙のデザインをしたフォトショップですとかイラストレーターですとか、様々なアプリケーションのファイル形式であっても、私が試した限りは全然 OK でした。ですから本当にパワーポイントのデータとかそういうのも全然 OK でしたね。ただ基本的にその投稿できるのは1ファイルなんですよ。なので複数の時には ZIP ファイルにまとめるという形になります。で、確かただ上限が一つだけあって、ショップで合計20ギガまでアップロード OK と。ダウンロードの商品点数は何点でもいいんですが、合計で20ギガを超えてはいけないというぐらいの、まあ、縛りということですね。これはなかなか自由度が高くていいんではないでしょうか。
さて、初動のいわゆるローンチタイトル戦略ということで、初期のね、販売戦略に乗っかるということは注目を集めることにもつながりますので、これぜひともね、乗っかりたいですよね。そういう点においてはさすがミンネ、もう企画を用意していました。ミンネの3月2日公式ノート、ダウンロード販売のデジタルコンテンツを募集しますと。はい、もう企画を用意してくれてましたね。で、企画概要なんですが、3月2日から作品募集開始で、4月14日が、まあ、締め切りと。4月の第4週頃に特設ページを公開予定と。ですから、まあ、ゴールデンウィーク前には公開するということですよね。カテゴリーもこの画面を見る限りはほぼほぼ全部対応してるっぽいです。例としてアクセサリーや料理などのレシピ動画 PDF、印刷可能なポスターデータ、ホームパーティーやお誕生日イベントで使える装飾アイテム、編み物や刺繍などの図案と。はい。ですからここを見ると、まあ、今後ミンネで増えていきそうなデジタル販売の、まあ、商品がなんとなくこう想像できるかなということですね。で、あとは応募方法としては、ハッシュタグにデジコン2023をつけるなど、細かい仕様に従って応募しましょう。こちらのミンネの公式ノートのページも概要欄に載せておきます。さて、デジタル販売なんですけども、ここでですね、あらぬ争いに巻き込まれないためにも、やっぱり注意事項があるかなというふうに思います。例えばレシピなどですと、ほんとこうインスタグラムとかでもね、たまに炎上を見かけますが、なかなかね、誰がもともと最初に考えたものとかも本当に難しいですよね。ですから確実に自分が考えたものとネットであらかじめ検索をして、まあ裏を取るなどはした方がいいかもしれません。それから型紙などを販売する方は、この型紙を使って実際に商売をされてしまった時にはどうするかと。ですから商売をされたくない個人でのみ利用可能ですという場合には、その旨をちゃんと書くことが必要ですし、逆に言えば個人の方向けにはこの型紙を販売する、商用で販売もしたい場合はこっちの少し高い方を買ってくださいと、単に禁止するんではなくてライセンス付きのものを売るとか、そういう売り方もありだと思います。なのでデジタルデータを販売するときに、やっぱり複製が簡単にできてしまうと、それを元に何かができてしまうということを前提に、その後どうされると嫌かということを踏まえた、いわゆる利用規約みたいなものをしっかり、まあ箇条書きレベルでいいとは思うんですけども、これは OK、 これは NG といったような箇条書きでいいと思うんですが、そういったものをやっぱり最初からつけておくと、やっぱり想定外の争いに巻き込まれなくて済むかと思います。ですので、デジタルコンテンツ販売、初動でもそれなりの数、販売数が出てくるとは思いますが、やっぱりね、ローンチタイトルということでは、ミンネ側もきっと押してくれるはずですので、ぜひぜひこの流れ、乗ってみてはいかがでしょうか。はい、というわけでアフタートークです。いやー、またちょっと入院ネタで申し訳ないんですが、思いのほか私肌が弱くてですね、もう全身が結構被れてることに、お風呂に入って気づきまして、結構すごいことになってましたね。これだけ被れたのを見たら本当に久しぶりでしたね。よっぽど体が拒否反応を起こしたんだなと、改めて思いました。それから体重がやっぱり3キロぐらい減ってたんですけども、見事にですね、筋肉のみが落ちてるということで、やっぱりね、食事制限をすると最初に落ち始めるのは筋肉だなと、脂肪ではないんだなということで、本当改めて実感しましたね。一時ソースをちゃんと確認するメディア、クリエイターエコノミーニュースでは、カグアが毎日クリエイターエコノミーに関するニュースをブックマークしていく中で、心揺さぶられたものをお届けしています。毎日の収録配信と週に1回の無料のニュースレター、そして不定期に無料の限定公開ボーナストラックを配信しています。ぜひよかったら皆さんフォローよろしくお願いします。今日銀だこのたこ焼きを買ってきてもらったんですが、ものすごい行列だったということで、安くなる日には本当たくさん並ぶんですね。というわけで皆さん素敵な週末をお過ごしください。いってらっしゃい。